愛知支部331号の広瀬正人です。好きな方法です、ガマゴリは。はい、今節はいい感触ですね。はい、エンジンはいいと思います。はい、趣味といえば、まあ、テニスと少しビリヤードを、はい、長いですけど、そんなにこう詰めてやってないので下手くそです。はい、僕ら若い頃はちょうどハスラーとか、ハスラー2でしたっけね、映画とかが見てちょっとブームでしたね。はい、65年生まれなんで21ですか。いや、もうそこまではもうとても、はい、目指してたのは車関係の何か仕事に就きたいなとは思っていたんですけれども、は好きです。はい、機械っていうか道具は結構好きで集めちゃいますね。はい、まあ、本当に普通に木工用の丸のこテーブルソーとか、あとはドライバードリルとかインパクトとか、なんかいろいろ道具はついつい揃えちゃいます。はい、そうですね、一応 DIY で家の修理とかできることはやってますね。はい、蛇口の交換とか、あと壁紙もやりました。はい、いやもう本当にちょっと頼まなきゃいけないとこはお願いするんですけど、もうそうですね、なるべくできるとこはもうやっちゃいますね。いやもうなんか調子悪いなと思ってきて、まあ、家族が言う前に変えちゃいますね。どうなんでしょうね。まあどうでしょう。今年で今選手生活33年目を迎えたんですが、まだまだ現役で続けられる限り一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。とりあえず体にお気使って走ってるんで、ちょっといろんなところにもガタが来ちゃってるんで、はい、まあ、健康ですかね。はい、機械の面でなくてもう体の方ですね。はい、ポーズですか。どうでしょう、カジガマ。はい、ちなみに何のイメージ。何もないです。はい、はい、どうも。ありがとうございました。